いやー、はるばるまた来たぜ、埼玉。あいてててて、て毎日みっちり練習してきたから筋肉痛だよ。ああ、俺も。お前もいきなりすごい量の練習できつかっただろう。筋肉痛とか大丈夫か？へえ、なかなかいい根性してるな。ほんとほんと、期待してるぜ新人。そろそろ開会式だぞ、みんな準備しとけよ。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。全くです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策ではそれらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。みんな、いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。相手はどこも強豪ばかり。全勝を目指すには一試合も気を抜くことはできない。だからどんな試合のどんな時も俺たちは全力で戦う。富良野中のサッカーで絶対に優勝しようぜ。ああ！お前はこれが初めての試合だな。緊張してるんじゃないか。度胸が座ってるんだな。頼もしいぜ。お前の実力があれば絶対に大丈夫だ。試合もその調子で頼むぜ。よう松山。お前たちとは小学校の時以来の対戦だな。ああ、あの時は負けたが今日は絶対に俺たちが勝つ。俺たちもお前たちもチームメイトのほとんどが小学校から一緒のチームだ。似た者同士の対戦、どっちの団結力が強いか勝負だ。もちろん望むところだ。お前1年生らしいな。だが年下でもうまいやつはうまい。そのことを俺たちはよく知っている。容赦はしないからな。
生意気なやつめ。フィールドに立つ敵は年齢に関係なく叩き潰す。それが明和東のサッカーだ。覚悟しとけ。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって行われるレベルの高いリーグ戦だ。その中でみんなの目に留まるような活躍ができれば、たくさんの選手がお前に興味を持つはずだ。そうなれば彼らと知り合いになって交流を深めることもできる。切磋琢磨するライバルを見つけることがきっとお前の成長の助けになると思うぜ。さあ張り切っていくぞ。攻め込みたいところ、ボールダッシュ成功。はっ、松山
馬くん、ここは抜かせません。素早くつなぎます。行くぞ麦田くん、ワンタッチで送る、ロングボールを送る、佐瀬くん、米沢くん、素早く横にかわす、中川くん、横にかわしてくった、これはドボー抜きだ、シュートを放った、村沢くん、これはキャッチできない、あっ、かわした、クロスを上げた、中川くん、クロスに合わせに行く、パントキック、どこまで運べるか、このパスは通らない、本田くん、素早く横にかわす、中川くん、ここはパスに切り替えた、もらったぞ、かわした、これはドボー抜きだ、渾身のパスを味方に送る、ロングパス、金田くん、シュートだ、こぼれ球をものにした、チャンスが決まった、小田くん、ゴール前に上げた、村沢くん、ボールはまだ生きている、さあボールを抑えた、目は引っ張ったぞ、ここでスライディング部隊が本領発揮か、ここからセンタリング、さあ前半アディショナルタイム突入、できればいい流れで前半を終えたいところ、シュートだ、あー弾きます、成田くん、ここはパスを出した、タックルを決めた、横をすり抜けた、ヒットでシュートを放った、真正面からシュートを受け止めた、まさにヒット、まだまだ決める、ゴールをゲット、そらチャンスが決まった、ここはパスを出した、フラノ前半を終えて大量リード、しかしまだ油断は禁物でしょう、チャンスが決まった、素早く横にかわす、それを次々にかわしていく、フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す、なだれ攻撃だ、ゴールラインを越えてしまった、ゴールキックから再開です、素早くつなぎます、このスルーパスは通るか、素早くつなぎます、横にかわして突破、さあ松山キャプテン、小田くん、クロスを上げた、松山くん、クロスに合わせに行く、よし、あらわしのようなドリブル、クロスこれで決める、強烈なシュート、村沢くん、これを止めるのは厳しいか、まさにヒットの一撃でゴールをゲット、そら、体ごとぶつかっていった、横にかわして突破、次々にかわしていく、素早く横にかわす、小田くん、横にかわして突破、止められない、小田くん、素早く横にかわす、豪快にシュート、村沢くん、このシュートを画面から受け止める、あー決まった、決めたぜみんな、まさに必殺の一撃でゴールをゲット、しまった、へっ、それタックルも決めた、小田さん、かわして振り切った、小田くん、敵陣を切り裂く、かわして振り切った、ここから一気に攻め込みたいところ、小田くん、ゴール前に持ち込んだ、両者激しく激突、空高くで火花を散らす、懸命に飛びつく、攻撃に突き刺さった、まさに必殺の一撃でゴールをゲット、決まった、ドリブルで突破、レイズのまで見せます、横をすり抜けた、フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す、なだれ攻撃だ、見たか、シュートでゴールをゲット、それクロスを奪い返した、かわして振り切った、敵陣を切り裂く、何だと、素早く横に倒す、止められない、これはドボー抜きだ、
ここから一気に攻め込みたいところ。ここから長い首のパスを狙う。これはタッチを終わります。フラノ、ここでスローインを得ました。ダイレクトでパス、いけ、これで決める。豪快なシュートだ。このボールにバランスで反応、長距離砲でゴールを射抜いた。いけ、明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮か。ボールを奪った。もう体とぶつかっていった。ここでパスカット。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。中川君、ダイレクトでパス、もらったぞ。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。連続突破で見せます。予想スリングだ。敵陣を切り裂く。ゴール前に持ち込んだ。必殺のシュートを打った。これは反応しているぞ。これは止められない。このシュートを決めて見たか。もらったぞ。何、いけ、ここは抜かせません。それ成田君、このパスをカットします。体ごとぶつかっていった。ロングボールを送る。おっと、攻守交代だ。それだ、強しが決まった。佐世君、パスを回す。敵陣へ攻め込みます。素早く横にかわす。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す。なだれ攻撃だ。ボールダッシュ成功。見せてよ。ドリブル突破。小田君、センターライトを攻め込む。止められない。小田君、素早く横にかわす。さあゴール前です。そのセンタリングをものにできるか。さあボールを抑えた。ここからセンタリング、クロスを合わせに行く。鮮やかにゴールを決めました。もう一度、そらパスを出すと、タックルを決めた。横をすり抜けた。止められない。敵陣へ攻め込みます。それ、ボールを奪った。米沢くん、激しいタックル。ここは抜かせません。ここはパスを出した。パスを回す。ボールを奪った。いけ、小田くん、素早く横にかわす。止められない。素早く横にかわす。ゴール前に持ち込む。ここから長い距離のパスを狙う。わかります。ここから打ってきた。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。目立ちましそれ。ここでスライディング部隊が本領発揮か。ここは抜かせません。米沢くん、ここで奪った。やった。金田くん、横にかわして、止められない。金田くん、横にかわしてくるか。これはごぼう抜きだ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。
悔しいが俺たちの負けだ。お前たちのチーム力さすがだったよ。そっちこそ。明和のサッカーは相変わらず鋭かった。俺たちも勉強になったよ。リーグ戦はまだある。お互い頑張ろうぜ。ああ、じゃあまたな。どうした？いや、羨ましいなと思ってな。今でも全員が同じチームだってのか。そうか。あの1年生のディフェンス、あれだけ鋭いタックルができるやつは全国にもそうはいないぜ。明和東スライディング部隊に入っても今すぐにやっていけるレベルだ。あいつはただものじゃないぜ。ふぅ、練習終わりっと。今日って午後から外出許可出てるよな。ああ、監督も奥さんへのお土産買いに行くらしいぞ。よし、じゃあ俺たちもどこかに遊びに行こうぜ。ああ、一緒に行こうぜ。やっぱりこういう楽しみもないとな。それにこういうとこでメリハリつけるとかえって試合で集中できたりするっていうし。そうだよな、たまには息抜きも必要さ。そういや新しいスパイクが出たんだよな。こっちなら売ってるかな。キャプテン、完全にサッカーバカじゃないですか。うるせえ。あ、どうした？私服持ってきてないや。学校の制服で行けばいいじゃないか。それは着てきただろ。そんな、一人だけ制服とかカッコ悪いですよ。大丈夫だって、それより悪くなんてならないから。何？じゃあ急いで着替えていくぞ。ああ、よっ。へえ。これからよろしくな。お前確か、Please.